なんなんだこれは。なんて危険なコースなんだ。スペンサーが吹っ飛んでいっちゃった。ユフインの森、サンダーバード、ゴードン、ジェームス、アンナ。今日はたくさんの機関車や電車や新幹線が赤を下るぞ。早速やってきたぞ。まずはトーマスだ。お次は緑色の機関車パーシーだ。お次は新幹線だ。500系新幹線。みんなは新幹線や機関車の名前がどれくらいわかるかな。あ、黒くて大きな機関車ヒロがやってきたぞ。お次はスーパー青空だ。サンライズエクスプレスもやってきたぞ。いやっほー、いやー、ウィルソンもやってきた。あれね、お次はイタズラ貨車もやってきたぞ。わ、どんどんやってきた。緑とグレーと水色の貨車だ。あ、今度は黄色のドクターイエローがやってきた。ソニック883系だ。ペンキで汚れたトーマス。トーマス、私置いてどこに行くの。中央特快。よし、お次はミルキーキツトイ特製のカーブコースだ。この急なカーブを下ってビックリトンネルに入ったらゴール。山手線が行くぞ。それひゃー、いてててててて、なんて急なカーブなんだ。よし、今度は小町が行くぞ。それあっと、小町うまく下れたけどビックリトンネルに入ることができなかった。もっとスピードをつけてみよう。ケッケルケイトリン。わー、ケイトリン、スピードが出過ぎてしまったみたいだ。お次は L700 だ。いやっほー、 L700 はどうだ。うわー、 L700 もうまく曲がれなかった。リレーツバメもブルートレインも、へぇー、今度は滑り台みたいな急な下り坂だ。うわー、スペンサーが吹っ飛んでいっちゃった。ユフインの森、サンダーバード、ゴードン、ジェームス、885系カモメ、大きなウィルソン、ダック。よし、またまたミルキーキツトイ特製コースを作るぞ。くねくねのレールをつなげてどんなコースを作ろうかな。よし、完成だ。めちゃくちゃ急な下り坂ができたぞ。よし、早速プラレールを走らせるぞ。わらわ、なんなんだこれは。なんて危険なコースなんだ。ゴードン、うわー。よし、今度は僕が行くぞ。いやっほー、流線系トーマス大成功だ。それじゃあみんなもどのプラレールが来るか当ててね。これは誰かな。正解は黒い機関車ヒロだよ。次は紫色の機関車、この機関車はライアンだ。この緑色の機関車は、わかったかな、これはパーシーだよ。この新幹線はツバメだ。お次は滑り台だ。ヒヤッホー、それー、やー、トーマース、なんていう下り坂なんだ。いやートーマース、僕も続くよ。それー、いやっほー、怖いー。パーシーがすごい勢いで飛んでいくぞ。滑り台、なんて危険な遊びだ。よし、僕も行くぞ。ジェームスも行ったぞ。それー、いやー、今度はタンクも行くぞ。イエーイ。あ、後ろからみんなもやってきたぞ。よし、行くぞ。それー、いやっほー。お次は消防車もやってきたぞ。ファイヤー、すごいスピードだ。今度はペンキで汚れたトーマスだ。ヤッホー、レッツライド。ショベルカーもやってきたぞ。よし、行くぞ。それー、いやー、ショベルカー、なんかずっと降りていくぞ。よし、俺様も行くぞ。いやー、ゴードンもすごいスピードだ。よし、僕はうまく滑るぞ。レッツゴー。わー、みんな、私の運転をよく見ておきなさい。ヒロが行くぞ。ヒロ、なんて美しい走りなんだ。今度はケイトリンが行くぞ。あ、わー、ケイトリン、
まない、落としてしまったよ。あ、うわー、お次は山手線がやってきたぞ。山手線の次はブルートレインだ。ブルートレインの次は観光バスがやってきたぞ。ゴミ収集車はうまく滑れるかな。今度は木製のヒロがやってきたぞ。今度はダンプトラックだ。みんなとっても上手に滑っていくぞ。よし、僕も行くぞ。それ。うわー、すごいスピードだ。ひー、木製のライアンもやってきたぞ。ライアンの後はソニック883系がやってきた。なんだかみんな楽しそうだな。僕も行ってみよう。わあ、今度はカケルヤくんがやってきたぞ。たくさん車も乗ってるし大丈夫なのか。行くぞ。いやっわあ、ドン。今日はみんなでレースをするよ。ジェームス、スカーロイ、流線形ゴードン、流線形トーマス。よし、頑張るぞ。まずはトーマスの登場です。2番ゲートからはスカーロイの登場だ。トーマス、手加減はしないよ。よーい、どん。まずはトーマスが一歩リード。いやー、流線形トーマスはやっぱりすごく速いや。あと、スカーロイ、脱線しましたー。うわー、急いでクランキーが助けに来ます。大丈夫かい、スカーロイ。うわ、クランキー、ありがとう。トーマスにだいぶ遅れを取っちゃったな。あと、ここでスカーロイの前に赤色のラッキーアイテムが。赤色のラッキーアイテムの中には、開けてみるぞ。パカ、赤色のスライムが入っていたぞ。わあ、
今度は吊り橋だ。トーマス早いな。吊り橋を越えたら今度は、うわぁ、スライムだ。ぶつかる。うひゃー、よし、今のうちに逆転だ。わぁ、クランキー早く取ってよ。やれやれ、今日はなんだか忙しいな。トーマス、だいぶ遅れてしまったけど大丈夫なのか。あっと、トーマスも青いアイテムを見つけたぞ。アイテムの中からは黒いカプセルが出てきたぞ。なんだこれは。開けてみるぞ。わあ、これはどうするんだ。これは走ってるスカーロイの後ろからドーン。うわあ、待てートーマス。2人ともほぼ一直線に並んでゴール。勝ったのは流線形トーマスです。スカーロイは惜しくも2位です。ふぅ、悔しい。でもやっぱりトーマスは速いな。次の勝負は流線形ゴードンとジェームスの勝負だ。なんだこのコースは。スタートから急な下り坂があるようです。ゴードン、ジェームス審判も命がけであります。それでは、よーい、ドン。まずはジェームスが行ったぞ。ジェームス、無事着地。ゴードンが止まった。おわー。さあ、というわけで始まりました。まずはジェームスが一歩リードか。次は、長い橋が待ち受けています。ジェームス、渡れるでしょうか。これぐらいの橋、楽勝さ。ヒャッホー。今度はゴードンだ。フランキーたちも不安そうに見つめています。ヒャッホー。ここでジェームスの前に黄色のラッキーアイテムだ。たくさんの客車が入っているよ。これをゴードンにつけるよ。ゴードン、重たい客車をつけてうまく走れるのか。僕は力持ちだからこれぐらいへっちゃらだよ。ゴードン、すごいパワーだ。さすが。今度はゴードンが青色のラッキーアイテムを見つけたぞ。緑色のカプセルから粘土が出てきたよ。粘土がジェームスの体に張り付くぞ。うわぁ、一体どうなっちゃうんだ。あぁ、なんだこの頭は。重たいなぁ。走りにくいよ。客車をいっぱい積んだゴードンと長い頭のジェームス、勝つのは一体どっちなんだ。おっと、わずかにゴードンのが速いようです。一番はゴードンだ。変な頭のジェームスは2番だったよ。よし、それじゃあトーマスと僕、どっちが速いかな。トーマスとゴードンが競争するよ。じゃあ、よーい、ドン。あっと、トーマス、少し出遅れてしまったぞ。まずはゴードンが少し遅れて、トーマスもやってきました。おっと、しかし詰まっているぞ。ひゃー。はっはっは、どうしたトーマス。あちゃー、出遅れちゃった。あっと、トーマスの前に赤いラッキーアイテムが。中にはビーズがたくさん入ってたよ。はっはっは、これなら楽勝に勝てるだ。あー、あーっと、ジェームス、ビーズの中に落ちてしまいました。なんだこりゃー。やったぞ。あー、しかしトーマスも落ちてしまった。二人ともフランキーに助けてもらいます。今日はフランキーも大活躍だ。トーマスとゴードンを助け出したぞ。戦いはどうやら振り出しに戻ったようです。やるな、トーマス。ゴードンには負けないぞ。今度はゴードンが黄色のラッキーアイテムを引いたよ。黄色のラッキーアイテムの中にはたくさんのデコレーションボールが入ってた。トーマスがやってくるぞ。それー、わー、なんだこりゃー。わっは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 っ。わー、二人とも横一線に並んだぞ。勝つのはゴードンかトーマスか。ゴールが見えたぞ。
いて、優勝は流線形トーマス。やったー、ありがとう。2位は流線形ゴードン。悔しいけどトーマスは早かったよ。みんな今日も見てくれてありがとう。今日の動画面白いと思ったら右下からチャンネル登録もよろしくね。それじゃあまた見てね。バイバーイ。